こんにちは、オニオンネイルなおです。今回はとっても簡単な牛柄ネイルをご紹介します。使用商材はこちらです。白とマットコートはお手持ちのもので構いませんが、今回のアートはドロップクリアとブラックグレージュが必須となります。まずフラット筆を使って白を一度塗りしていきます。硬化が終わったら2度塗りしていきます。今からドロップクリアを塗布していきますが、まずはハケをボトルの口でしっかりしごいてください。ドロップクリアを薄く塗布してください。硬化はせずにショートライナーでグレージュをちょんちょんとランダムにのせていきます。何箇所かドットを入れていきます。このドロップシリーズを使うとジェルがじゅわっと広がっていきます。ドロップクリアの量が多いと広がりが良くないそうです。グレージュは広がるまでに結構時間がかかりました。硬化が終わったら再度ドロップクリアを薄く塗布していきます。先ほどと同様、硬化はしないでショートライナーにブラックを取ります。先ほど描いた牛柄に少しずらして黒をのせていきます。黒は広がりやすいので量に注意してください。
ドットを入れていきます。いい塩梅になったら硬化します。硬化が終わったらマットトップを塗布していきます。拭き取って完成です。ぜひとっても簡単な牛柄ニュアンスネイルを作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。